はい、こんにちはくんです。ということで、ゲーム開始、饒舌なエマ。はい、ということで、饒舌な狩人でやっていこうと思います。役所が市民に人狼1、占い師霊能師、狂信者1、わら人形1、饒舌な人狼1、饒舌な狩人1、酔っ払い1、酔っ払いではないということらしいですね。やっていきましょう。俺、饒舌苦手なんだよね。饒舌。饒舌苦手ですわ。仲間？よろしくお願いします。仲間？おはよう。ああ。カミングアウト、カミングアウト。さて。カミングアウト。サンドラは？フェイシロ、スーザンシロ、ジェシカスーザンシロ。は？酔っ払い部屋なんで。ん？酔っ払い部屋なんでとは？乗っ取り防止。あー、出るか。どうするかな、これ透けて噛まれるかな。潜伏しようとも思いましたが、透けて噛まれても困るので出ます。ワードがそもそもやばかったです。仲間。はい、カミングアウト。ああ。あ、ロディスライドか。うん、全部出しだな、これ。いや、どちらにせよ全部出しでいいわ。うん。確定ね。饒舌のワード探し、していいよ。で、酔っ払い饒舌狩りの場合どうなるの。酔っ払い目覚めるまでワードとかいう概念ないよね。あのロディの饒舌狩り人狩り仕様、普通にスライドって思わなかったけん。まあ。まあ。どうせ、仲間、だから、いいんだけどね。フェイシロ、スーザンシロ。じゃ、囲いなしだな。対抗なし。ってことはこれ人狼酔っ払いだぞ。ん、酔っ払ってんじゃね、ロディ。初日で決着つけれるんじゃない、これ。これだけ出したら透かしまくりだな。いや、最悪出てもよかった。別に、まあ、ロディが、ロディ仮年をいきなりすんの、ああ、ワードやべえのかなとも思ったけど。延長希望。延長希望。延長希望。今日白つって、占いが白引いたら、占い目線のツールフが露呈する。ああ、なるほどね。いや、占い守るよ。じゃあそれでいこうぜ。エマのプランで。
柱、柱募集。延長希望。アンナゲイルショーン、アンナ柱ね。うん、ゲイルくっせえな。ゲイル黒やろうな。ならゲイル釣る？うん。ゲイル釣りですね。いつまでも、わら人形に対して、ゴダゴダ言ってるのが相当微妙。ゲイルね。もうゲイル釣ろうぜ。こいつ黒だろ。こいつ黒出るって。初日で全部露呈だわ。エマ・ショーン、エマの提案は置いておいて、エマ・ショーン、アンナが村目、ゲイルは黒目。エマ・ショーン、アンナに酔っ払いると。ゲイルも萎えてんじゃん、もう。ゲイル、何も言えなくなってるじゃん。あと、私噛まれないかもと予想。饒舌の黒崎として残さないと、饒舌が酔いから覚めたら絶望する。いいんじゃね？ゲイルで。いや、霊能守らんかな。もうゲイル黒、決め打ち、占い神秘ある方守る。この部屋フルオープンした時点で霊能いらんのわかる。いや、いるんだけどね。それエロディつか、そもそも私噛まれるかもだし、ロディ噛まれて偶数になるのが一番面倒。エマメッセの今の GS ってなんだよ。まあ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 、まあ、フェイちゃん行きますか。ゲイル黒？ゲイル黒？いやー、俺の勘違い饒舌しようも別に悪くなかったな。てか酔っ払い部屋だったら初日フルオーありだな。俺勘違いしちゃったんだけど、ここ見てさ、すら酔っ払い、なんか乗っ取り防止、乗っ取り防止？挑戦してくるね、挑戦者たちよ。奇数。カミングアウト。おはよう。わーい、ショーン黒。霊能結果は？
ショーンつろか、かっこ絶望。でも何しても勝てるだろう。酔ってなくて黒でワード対抗出なかったのかよ。狼酔っ払いで、狩人対抗出ないならエマが CO する意味ないんだよな。ゲイルが酔ってて狼、昨日周りの勢いにすごすぎついてくんで、それでエマがゲイル酔ってることを知ってるのっとり。エマゲイル黒か。エマゲイル黒コースってことね。あー、エマゲイル黒要素は割とあるかもね。饒舌対抗出ないのも納得。饒舌ゲイルだったら出ないのも納得。エマアンナナとエマオオカミなの。サンドラ一応饒舌部屋なんで。ゲイルオオカミから藁人形出すの渋ってるって言ったのに。エマ黒、エマ黒でさ、あんなさ 無謀なムーブすんのか。まあ、しかねないけどな、このエマは。うん、最初に言ってるよ、奇数。まあ今日絶対噛まれるだろうな。もうワード捨て去ってるんだけど、もう饒舌ワード捨て去るゲームになってる。もうゲーム破壊したわ。エマ昨日さ偶数って言ってるよね。確かに締めになった。エマまた偶数って言ってる。まあゲール酔っ払いの可能性もあるくね。つかさ、エマ非酔っ払い黒のゲール黒だったらエマ占いさせて柱募るとか相当危険じゃね。どうなんだろう。
終わりそうな気もするけど。壊れたらサウンドがいくよ。オッケー、ます。ワンターンキル。饒舌の、ロディ饒舌の勘違いによりワンターンキルだったな。くさ。くさ。ワンターンキルじゃん。なんだったんだ。やべ、撃ってて死ぬ。出れなかった。時間か。スーさんから狩りの出た時点で無理。おお、やった。なんじゃこりゃ。ちょっと勘違いして、ちょっとぼーっとしてて勘違いで出たけど。